リンクスの覚え方。さあ、リンクスちゃんは SVL レベル12で、まだ AKK には1回も出てませんと。うん。けど、いかんせん SVL レベル12だからね、うん、AKK にポーンって出てくる可能性ありますから、うん、一個一個潰してこうっつってね、やってますけど、誰も見てませんね。毎日言ってるけど。もうこれ俺何回ぐらいやられたかね。なんかあれなんだろうって思った時に毎回調べてね、あ、これか、つって。で、また今日もね、あれなんだっけこれ、つって見てね。で、意味調べてね、あ、あれか、つって、あれのあれじゃん、とか思いながらね、あれのあれってなんだよ、つってね。これ有名なゴルフのメーカーあるんですよ。まあ有名かな。あなた方見たこと、まあおじさんなら見たことあるかもね。あれでしょ、つって。だってゴルフやらない私でもなんかロゴ見てね、あ、見たことあるって思いますからね。だからそれあるから別に覚え方作んなくていいかとか思ってたんだけど、やっぱりね、やられますからね。だってナチュラルに知ってておかしくない単語でしょ、こうどう考えても。だってベアーとバイソンとウルフとリンクスってこの並びで出てるわけだからね。この並びで出てリンクス知らないってことは、ベアかバイソンかウルフのうち一つ知らないってことと一緒でしょ？もうこの中の一つ知らなかったらもう大問題じゃん。バイソンって何ですか？つってな。それはあるかもしんないね。バイソンって何ですか？つって。今時の姉ちゃんだったらバイソン知らないかもしれないよな。バイソンって何ですかつって若い姉ちゃんに聞かれたらどうする？俺はね、ちょっと変化球狙ってね、ああ、あれだよ、スト2のキャラクターだよ、つって。スト2のキャラクターにボクシングのやついるじゃんつって。で、当然今時の若い姉ちゃんだから、いや、わかんないです、とか言うじゃん。じゃあバルログはつって。バルログも知らないつって。下手したら今の子ってチュンリーとかも知らないかもしんないよな。多分、今時のもう、熟二十歳とかの姉ちゃんだったらもうチュンリーも知らないんじゃない？もしかして。なんか年取るってやだねとかね。年取るってやだねとか思わない。もうだってしょうがないもんな。もうそんなんもうさ、もう俺からしてみりゃもう熟二十歳とかもう赤ちゃんじゃん。お前この間まで赤ちゃんだったのにとか言うやつがやっぱそういう風な年齢になってきちゃうっていうことはさ、赤ちゃんと話が合うわけないもんな。そんなまあいかんせんね、知らなくても何の問題もない単語でしょうけれどもね、やっぱりこう英検の語彙問題にさらっと混ぜられてね、わかんないっていうのはちょっとなんかなーつって思っちゃいますからね。しこ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 一個ずつ覚えようつって、リンクスってなんだよこの野郎、本当にもう全然再生されないよ、もう何30再生って、もうなんでよっつってね。もうなんかもう本当人生について考えちゃうわ。どうすれば、どうやってはこのモチベーション回復しようっつってね。でね、もうここから全然英語関係ないんですけどもね。こうやって全然再生されない時にね、もう私が師と仰いでる師匠がいるんですよ。その人の動画を見てね、私も頑張ろうっつってね、やるんですけどね、その私が立ってるね、その師匠もね、最近なんか動画出さなくなっちゃって。バークレーハウス英語試験対策チャンネル師匠。もうね、つって。これ見ながらね、これよりマシだなと思いながらね、なんか頑張るわけですけれどもね、うわーでしょ。1年前で、ネイティブちゃん引っ張り出してきて、537回つって。だからもうこういうの見て、モチベーションなんとかね、ギリギリ回復させてたんですけれどもね、もうなんかもう、ほら、ね。もう前なんか女優引っ張り出してなかった？これバークレーハウス英語試験対策チャンネル師匠。なんか消しちゃったんだけど、その動画。今これしかなくなってんだけど。もうそういうことするからな。もうちゃんと保存しとけばよかった。もうね。なんかいろいろ演者引っ張り出してきて企画やってたんだけど、黒歴史として抹消されたね。最近もうこの人出してないもんだからさ、もうちょっと違うの探すかっつってね、最近私が見てるのはね、もう英語コーチヒカさんね、英語コーチヒカさんもお金かけて頑張ってるでしょ、これ。ほら。もうね。やっぱな、無理だよな。こんだけ金かけて3288回でしょ、で、月の総再生数いくらだと思う、これ。
ビジネス英語コーチヒカさんね、うん、月7万回でしょ、うん、俺の動画ちゃんはこれね月1万、3000回ですよ、うん、せいぜい7倍せいぜい7倍だよ、あんだけ頑張って。やっぱそう考えるとな、うん、こういう人も頑張ってるんだからあなたも頑張りなさいよっつってな、こうやってこうこんなもうバッキバキのサムネ作ってもうね、もうバッキバキの箱用意して姉ちゃん引っ張り出してきてね、うん、もう私の撮影環境を見ますか、私の撮影環境もうこれですよね、この環境の7倍がこれね、こんだけお金かけてね、うん、私の総再生数の7倍ですからね、うん、もうねっつってリンクスで大山猫ですね、うん、大山猫ちゃんはもうこれは覚えにくいな、うん、もう毎回だもん、うん、リンクスなんだっけ、うん、大山猫、あ、なんかメーカーあったな、そういうメーカーあったなっつって、うん、調べてね、あ、ゴルフのやつであったわっつってね、あ、毎回これ見てね、あ、リンクスか、これかっつって、うん、じゃあいいか、大型作んなくてとか思うんだけど、私ゴルフやらないですからね、うん、すぐ忘れんだよね、これね、うん、だから覚え方作ろうかなっつってね、うん、覚え方こう。He links a lynx with a Iriomote wildcat, but it is not a lynx. 彼はイリオモテヤマネコとオオヤマネコを関連付けているが、イリオモテヤマネコはオオヤマネコではない。うん、ね、うん、なんか、調べるとイリオモテリンクスってやっちゃってるやついるんだけどね。うん、しかも書籍でだよ、うん。書籍の中でイリオモテリンクスとか言っちゃってるやついるんだけど。リンクスって体長150センチですって。うん、もう見たことないもんね。うん、しかも、イリオモテヤマネコでさえ見たことないからね。うん、じゃあ、大山猫って聞いて、あの、イリオモテヤマネコみたいなやつつって。だって、山猫ってイリオモテヤマネコしか知らないじゃん、我々。うん、じゃあ、大山猫もイリオモテヤマネコみたいなやつでしょとか思うんだけど、イリオモテヤマネコはベンガルヤマネコなんですって。うん、そもそも大山猫は体長150センチで、もう、いいか、どうでも。いいよ、もうそんな。He links a lynx with an Iriomote wildcat, but it is not a lynx. He links a lynx with an Iriomote wildcat.But it is not a lynx. He links a lynx with the Iriomote wildcat, but it is not a lynx. もうしこしこね、うん、面接対策しましょう今日もね、うん、てか意味あるかなこれな、うん、けどパッと見てね、うん、埋められませんからね、うん、水力発電ってなんて言うんですかっつってね、うん、まず無理だね、水力発電を英語で言うのね、うん、逆はわかるけどね、うん、だって水力発電って英語で言う機会ないもん、うん、英語を見て水力発電って読む機会はあるかもしれないけど、自分からね、うん、水力発電を英語で言う機会ってないですからね、うん、不安要素もな、うん、英語で言えますかっつってね、だってもう言う機会ないんだから無理だよ、もうこんなもんじゃ、何不安要素って、もう頭真っ白になるよもう埋蔵量の不足もね、うん、これはいけるか、うん、なんとかいけるか、うん、価格変動どう、価格変動コストまでいっちゃってるけど、うん、変動はどうするこれ、うん、こうやってコツコツ覚えてっていうか言う練習するのかね、やっぱりね、うん、どう思う、これやってて意味あると思うこれ、うん、でも本買っちゃったからやるかっつってね、うんうん、意味あるかなこれ、どうかね、でも本買っちゃったしなっつって、本買っちゃったし、一通り気合でなんとか最後のページまでやってみようかなと思って毎日しこしこちょっとずつやってんだけどね、意味あるかなっつって、でもまあ意味あるっちゃあるか、不安要素でデスピタライジングファクターズっていうのかっつってね、あるいは、埋蔵量の不足はスケアスリザーブスか、下手したら私スケアスリソースとか言っちゃってますよっつって、リザーブスなのっつって、で価格変動はコストフラクチュエーションつってね、うん、で払拭するのはエリミネイツはなんとかね、うん、なんか自分でも思い出せたらよかったんだけどなとか思いながら、うん、でもこの文を見て収穫としてはやっぱり不安要素のデスタビライジングファクターズなのかね、うん、言えるかね、デスタビライジングファスターズファクターズってね、うん、概要欄のリンクから例文をチェックしよう。ユーグリッシュとかアルクとかケンブリッジディクショナリーとかいろいろリンクを載せてるよ。再生リストから復習もしてね。